モンスターハンターライズサンブレイク発売日2022年夏予定。プレイするにはモンスターハンターライズ本編が必要となります。これ結構ね、最近ゲーム始めた人だと、モンスターハンターとかね、やる人だとね、アップデートの拡張版、なんか普段からアップデート、バージョンいくつみたいなのあるけども、この G 級相当のやつは、追加パックなんだよっていうの知らない人いるから、ここしっかり言っておきましょう。モンスターハンターライズ本編が必要になります。というわけで、モンスターハンターライズ、サンブレイク、いわゆる G 級、なんやかんや言われてましたね。モンスターハンターライズには G 級は来ないかもしれないとか、なんやかんやね、イカれたタコが言ってましたけど、来ましたね。まさかでも、任天堂ダイレクトで発表されるとは、ちょっと思ってなかったですね。私ね、今日ね、1分遅刻したんですよ。任天堂ダイレクトに。朝起きて、うわ、眠いと思って。まあでもそんなすぐに出ないやろうと思ってね。で、1分後に、だからもう、モンハンのサンブレイクの次の作品から全部見てたのね。で、終わって、あー、モンスターハンターの情報今回なしか。まあでも他にもね、いろいろあったからね、ちょっとその話も後でするけどね、いろいろあったからと思って、ツイッターで、モンハンの続報なかったな、でもいい忍耐だったねってツイートして、そう突っ込みをもらいましたね。あったぞと。お前何言ってるんだぞ。お前は何を言っているんだと、違う世界線を生きているのかと。すいませんでした。1分遅刻して、本当に申し訳ない。見直したらね、ド頭にありましたね。で、もう一個今日情報がございます。ヨタ話をしている場合じゃないんですが。もう一個情報があります。あ、でも PV について全然言及してませんでしたね。PV 見ました。モンスターハンターライズって、かなり世界の明るい、イメージがあったの。タイトルロゴも、日の光が後ろからバーって光ってるような、今タイトル出してるけどもね。明るい、で、青を基調とした、青と黄色と、基調とした、本当まあ、夜明けというかね、明るさを前に出してきたんですけども、今回は、このサンブレイクは、月が出てきてますね。まあ、でも確かに、モンスターハンターライズが太陽だとすれば、その、逆が月っていうのもまあわかるかなと。ただ PV には新しいモンスター、新しいステージ、そして何やら暗い世界っていうのが映ってましたね。サンブレイクって書いてあるんで、まあ太陽を破壊するという意味なんですが、ここね、ちょっと話しちゃうけど、このモンスターハンターライズのロゴっていうのは後ろがボスキャラなんですよ。ナルハタとマキヒコちゃんが書いてあるんですね。なんで、サンブレイクの方にももしかしたら書いてあるかもしれないですね。まあ、それはまた今度お話ししようと思いますけども。なんで、多分この二人っていうのが多分、ライズ、サン、太陽、みたいなね。この、ナルハタと、ロゴの話ね。ナルハタと、マキヒコがいて、真ん中に、日の光のみたいなのがボーって上がってきてるでしょ。だから、これをブレイクするってことかな。これをブレイクするってこと。で、これをブレイクする存在って、ラスボス戦に、参入してきたマガイマガドちゃんだったと思うんだけど、でもマガイマガドちゃん PV にいなかったね。代わりにメインモンスターたるリオレウスと、謎の、モンスターハンター、まあ、らしからぬって言ったら変だけど、モンスターハンターの竜って、あ、でもまあ、ちょいちょい出てくるか。スタイリッシュドラゴン。スタイリッシュドラゴンが出てましたね。真っ当なドラゴンの形をしているモンスターって最近は珍しいのかなとか思いましたね。まあ、そうね。ワールドだったらネルギガンテだったり、まあマガイマガドもね、どっちかっていうとね、竜よりも虎に近い形をしてたし、まあそう考えると最近では、かなり、ドラゴンらしいドラゴンが、今回は登場していることになりました。まあ、こちらもね、要注目なんですけど、まあ、その、詳細情報を教えてくれる番組というのが、モンスターハンターライズ公式から発表されています。追加情報。こちらが9月30日木曜日22時より配信。カプコンオンラインプログラムで公開予定。おそらく、いつもやっている、
公開生放送じゃなくて、なんだ、録画生放送ってやつですね。一回録画したものを生放送するって形なんですけども、短くても30分ぐらいはこの番組でやりますんで、任天堂ダイレクトの方は、本当に、その PV の触りの部分、30秒ぐらい、30秒もないから15秒ぐらいだったんで、それにまつわるお話を、たっぷりしてくれるんではないかなということで、これ期待しておきましょう。今日のみんな、ライズからちょっと離れていたみんなも、今日の、あれだぞ、朝9時から、モンスターハンターライズに、コラボも来るからな。コラボも、カプコンコラボも来るから、そちらの方も忘れずにといったところなんですけども、カプコンオンラインプログラムの方で、多分ね、発表され、まだ、すぐ発表されるかな。でも、アイスボーンの時も割かし早く発表されたから、結構濃密な形になるんじゃないかなと思うんですけども、ワールドの時に、アイスボーンが発表された時に、追加された要素、っていうのがいろいろあります。モンスターハンターのいわゆる G 級相当の有料拡張アップデート。これさ、さっきも言ったっけ？そう。モンスターハンターライズの本編が必要になりますからね。これ忘れないようにしておきましょう。ワールドの時も名前が G 級ではなくてアイスボーンになったことによって、モンスターハンターワールドとモンスターハンターワールドアイスボーンは別物の作品だと思ってる人がいて、結構コメントにね、このアイスボーンをやるためには何を買えばいいんですかと、買えないんですけど、みたいなコメントも結構ありましたんで、ここ注意しておきましょう。まあ、今後ね、ここから、モンスターハンターライズの G 級出てから買うっていう人多かったですからね。うん。本編が必要になります。プラス、拡張が必要になります。で、アイスボーンで発表された時に追加されたのが、新モンスター、新マップ、それから新難易度。まあ、このあたりはね、いつも、お話には出てくるところですけども、新難易度っていうのは、まあ、いわゆる G 級、アイスボーンの時はマスターランクだったけども、今作は名前何になるかわかりませんけども、下位上位とは比べ物にならないぐらい難しくなります。というのも、この G 級、モンスターハンターライズは比較的簡単っていう話をね、よくされてましたけども、まあ、これってやっぱり、新規参入を狙ったものなんですね。で、この G 級相当っていうのは、まあ、それをさらにクリアして、もっとやり込みたいっていう人のための拡張版になりますんで、難易度はね、格段に上がってくると思います。さらに、アイスボーンの時の話ばかりしちゃって申し訳ないけども、アイスボーンの時は新システムが追加されました。クラッチクローっていうね、新システムですね。これはもう狩りそのものの形を変える要素になっていましたんで、モンスターハンターライズはかけり虫っていう存在がすでにありますんで、かけり虫とか入れ替え技の拡張が追加されるか、もしくは全く別の何か。まあ、ライズはね、いっぱい新要素あったからね、かけり虫、まあ、ソウリュウもそうだね、入れ替え技。この辺ありましたんで、まあ、普通に考えたら、かけり虫の新アクションに入れ替え技の追加、それから総龍陣にできる新アクションとかって可能性もありますけども、全く別の新しい要素。もう、それだと今の狩りの延長になるんで、そこにワンポイント違うアクションを加えることで全く狩りのスタイルを変える形になる可能性もあります。個人的にはなんだけど、総龍とか、かけり虫の、復帰技、復帰はじゃない。かけり虫のカウンター技。まあ、双剣に限った話なんだけども、めちゃくちゃ強いですよ。これって、めちゃくちゃ強すぎて、G 級相当が来た時にも、かなり猛威を振るうと思うんですね。でもそうすると、G 級の難易度が上がりきらない可能性もあるんで、もし難しさの方に振るのであれば、この辺に何か制限をかけてくるんではないかなって気はしています。要は、カウンターができない技。だからカウンターするタイミングを見極める必要が出てくるとか、総龍も圧倒的に操作になれればプレイヤー側有利なんですけども、その総龍で他のモンスター戦っている時に、その総龍の難易度を上げるような相手のアクションとかね。この辺はね、追加されそうな気がしますね。かなり強いからね。まあ、それとは別でね。またもう全く新しい名前の全く知らん予想もできないような新要素が来る可能性もあると思います。というわけで、モンスターハンターライズサンブレイク楽しみにしておきましょう。いや、こっ
から多分ね、あ、それでもね、ロードマップも出ると思いますよ。うん。このサンブレイクまでのロードマップがね、どんな形になるかわかりませんけども。楽しみにしておきましょう。それでは、誰も知らない狩人、イカルタコスケでした。